四日市工業ハンドボール部です。イエーイ。この番組はホンダカーズ三木田、鈴鹿未来、日商、ものづくりの情熱を技術で支えるベステックス共栄の提供でお送りします。背番号25番リンです。背番号2番ナナです。10月になりました。10月といえば読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、ハンドボールの秋だ。はい、前回お伝えしたように9月には国体東海ブロック予選が行われました。無事全勝して本国体出場を決めました。イエーイ。1回戦の岐阜戦、ほんと苦しかったよね。1回戦目岐阜と対戦したんですけど、ずっとリードされる展開で最後なんとか逆転して1点差で勝ちました。1点差だったけど勝ったことが本当に大きかったよね。決勝は宿敵愛知県と対戦しました。決勝は調子良かったよね。逆転の勢いそのままになんと10点差で勝利しました。ということで10月には茨城国体が開催されますので、皆さん応援よろしくお願いします。国体東海ブロック予選の模様はこの後ダイジェストを見てね。よし、今月も元気に行ってみよう。スーパーゲストトーク。イエーイ。今日のゲストは背番号24番みずきです。ということで今回はみずきさんに来てもらいました。イエーイ。かわいい、かわいい。ところでその服装何ですか？10月といえばハロウィンでしょう。去年も水木さんハロウィンの時の出演でしたよね。だって年に1回しか呼ばれないんだもん。わかるわかる。最近の出来事を教えてください。はい、鈴鹿サーキットでボウリングをしました。そうなんです、ファン感謝祭でファンの皆様と一緒にボウリングを行いました。楽しかったよね。星さんめっちゃうまかったし、2ゲーム目で200くらいいってたよね。ほんとすごかった。すごい。でもそんなことより水木さんのフォームほんとやばかった。やばかった、やばかった。この辺出ないかも。これはやばい。他に何かありますか？はい、鹿児島に行ってきました。行ってないか。あ、行ったのか。鹿児島の上空まで行ってきました。え、どういうことか説明してよ。ソニーとの練習試合で鹿児島に行ったんですけど、台風の影響で着陸できずに U ターンしてきました。そんなことある？ここからはハンドボールのお話です。9月の国体予選を突破して茨城国体の出場が決定しました。イエーイ。1回戦は東京都と対戦します。東京といえば東京女子体育大学。続けろ続けろ。レイの主審校です。1回戦目は東京都と対戦します。東京といえば東京女子体育大学、レイの主審校です。大学生とはいえど関東リーグ1位なので油断できないよね。勝ちたいよね。勝ちたい。まずは初戦突破頑張ろう。心一つにチームに頑張ります。それでは最後に一応聞いておきます。水木さんの今シーズンの目標を教えてください。フットワークを生かして存在感のある選手になります。以上スーパーゲストトークでした。バイバーイ。スーパーバイレットニュース。国体東海ブロック予選、東海からは一枠の本国体出場権をかけて岐阜と対戦。序盤から動きが悪いチーム三重、テンポよく攻める岐阜に先行を許す。
前半はダン・レイナの活躍で2点差以上離されずに食い下がる。後半、ヨーロッパ遠征から戻ったばかりの日本代表キャプテン原望を投入。切れ味抜群のミドルシュートで一気に同点。最後は4連続ゴールで見事逆転。1回戦は1点差で辛くも勝利。決勝に駒を進めた。静岡に勝利し勝ち上がった愛知との決勝。好調な滑り出しを見せ、攻守ともに抜群の連携を見せる。右サイドの森本、左サイドのダンがキーパーの動きをしっかりと見てゴールを決める。一瞬の隙を見て鋭いミドルシュートを決める細江。怪我からカムバックした姉妹、同期中田との連携で速攻を決める。後半15分から登場した原望、キレキレのカットイン。センターの林、強烈なミドルシュートを決める。ゴールキーパー岩見カノン、阻止率 59% の大活躍。10点差でゲームを締めくくった。茨城国体ハンドボール競技は10月3日から10月6日までの開催。応援よろしくお願いします。ピックアッププレイヤー林美里、背番号25、愛知県名古屋市出身。入団3年目のシーズンを迎える凛、桐蔭横浜大学ではキャプテンを務めた。昨シーズンの後半戦から司令塔センターを任されチームを引っ張る。バイオレットナンバーワンのポジティブキャラ、大事な試合で決勝ゴールを決めることが多い。番組の MC 同様にコートでいつもニコニコ笑顔を絶やさない。先輩の加藤、新加入の石立、ルーキー熊崎、ポジション争いが激化。さらなる成長が期待される。リンさんの今シーズンの目標を聞かせてください。チームをコントロールできる存在感のあるセンターになります。太陽のような存在でチームを活気づける笑顔の司令塔。今シーズンの活躍をお楽しみに。ここでプレゼントのお知らせです。今月のゲスト ここでプレゼントのお知らせです。今月のゲスト、ここでプレゼントのお知らせです。今月のゲスト、水木さんのサインと私たちのサインをそれぞれ1名様にプレゼントします。ご応募はこちらまで。ナナ知ってた？これ最近めっちゃ流行ってるらしいよ。どこで？子供たちからおじいちゃんたちまで。へえ。皆さんそれでは今月も行きますよ。せーの、バイバイロレット。バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てねー。